いってらっしゃい、行ってきます。長官太郎です。5月2日の火曜日です。5月もよろしくお願いします。強い4月が終わり、セルインメイに入りました。今日は今までの決算をほぼ全セクターサクッとまとめていきますんで、よろしくお願いします。はい、今日はね、ショート動画もね、スプレッドシートの操作法なんて iPhone の操作法の動画を上げてますんで、まあ、気になる方はぜひご覧ください。はい、それじゃあまずはですね、こちらのビッグニュースからいきましょうか。JP モルガンがファーストリパブリックを買収しました。はい、これ史上2番目の規模ということで、FDIC 連邦預金保険会社、ここはですね、JP モルガンの最終入札 OK ということです。JP モルガンが破綻寸前のファーストリパブリックを買収することになったんですが、融資債権約1730億ドル、23兆7000億円と、証券300億ドル相当、預金920億ドルを、ね、引き取るということで、巨額ですね。流動性不安が連鎖するリスクは、これでひとまず和らぎそうということです。そして FRC の時価総額なんですけども、今いくらぐらいかというとですね、金曜日で 6.4 億ドルとね、非常にちっちゃい額にはなってるんですよね。そしてクレディ・スイスは時価総額の半分で、UBS に買収されたんですけども、JP モルガンは時価総額のたったの 6% で買ったということなんですね。これはすごいことになりますね。大口住宅ローンも手に入れたことになります。で、株価は、今日は JP モルガン、上昇していますね。はい。銀行はですね、軒並み、下がってる中で JP モルガンだけは 2.14%、上昇となりました。住宅購入者破綻のリスクはあるにしても、ちょっと安く買ったんじゃないでしょうか。バークシャハサウェイは、銀行各行は不良債権の扱いに苦慮。住宅市場でよからぬ事態が発生する可能性と言ってます。ただ、JP モルガンの、ダイモン CEO は、すべての安定化に、つながることを期待したいということで、なかなかですね、期待路線というふうに、なっていますね。そして、地銀各行の1から3月の決算は、実際にはかなり良好だったとして、アメリカの銀行システムは極めて健全と、ジェイミー・ダイモンさん、続けています。そして、84の店舗は1日、今日からですね、JP モルガンの店舗としても早くも営業再開ということです。そして、今回のですね、銀行破綻なんですけれども、1000億ドル以上のアセットがある3つの銀行が過去2ヶ月で破綻したというね、すごい極めて稀な状況で、なんと過去のですね、銀行の破綻の規模で2位から4位がね、もう今年の、2023年、ファーストパブリックとかね、シグネチャーバンクとかシリコンバレーバンクとかね、このあたりが発生しているというのに、FOMC では今回もですね、利上げを考えているのでしょうか。はい、じゃっかじゃーん。40年で最速の、利上げサイクルをね、これ一時停止かという状況で、いろんなところでツイッターとか出てますけども、FRB は声明文の作成で結構大変で、徹夜じゃないでしょうか。質疑応答ではパウエルさんがブレブレになりそうな予感もします。今は失業率は最低水準ですけど、今年中には銀行の貸ししぶりから失業率の上昇が近づいているのは間違いありません。が、今のところ3月の銀行騒動が経済活動に影響を与える貸し出しの大幅な後退につながったという根拠をね、FRB は持っていないようです。0.25% の利上げなら、レートは16年ぶりの高水準になります。そして、経済指標をですね、見てみますと、今日は ISM 製造業購買担当者景気指数、予想を超えて前回よりもね、良かったということで、懸念の製造業意外と回復なんですね。そして、FOMC が、木曜日の朝の3時からあって、記者会見が3時半からですね。そして金曜日は、雇用統計があります。ここで失業率どうなってるのか気になりますけど、まだそんなには上がってこないんじゃないかなとはね、思います。そして次回のですね、FOMC の利上げ予想なんですけども、0.25% 利上げ予想が今 89% まで上がりました。利下げは、先週のですね、9月からが11月にちょっと遅れるということに、なっています。そしてね、こんな記事も、出ていますね。
アメリカの経済に迫るスタグフレーションの足音ということで、Q1 の GDP 速報値は 1.1% 増で予想を下回って経済弱かったんですね。 Q4 の 2.6% 増からもだいぶ鈍化しました。一方 FRB が注目する個人消費支出 PCE はコアが 4.9% 上昇と市場予想を上回って高い伸び1年ぶりとなってしまったので、経済が弱くてインフレが高止まりというスタグフレーションになりつつあるということですね。ヘッジファンドはアメリカ株の下落にかける動きを強めていて、レバレッジファンドは4月25日時点では10年先ものの、下落にですね、史上最大規模のポジションを構築しているということですね。10年歳先ものです。はい。そして、今日のですね、金利ビックス指数など一応どうなったのか見ていくと、ちょっとリセットとされちゃったんですけどね。金利は軒並み、上昇という状況でした。はい。ドル指数は今102ですね。そしてドル円が結構ね、最近ね、日銀総裁の話からもあって137と上がってきてます。そして1日ビックスは急激に下がりました。24.64。恐怖がね、だいぶ遠のいています。普通のビックスは今 16.07 と恐怖全くないというような状況なんで、これは意外と買い場なんじゃないかなというね、気もしてきますね。はい。そして今日は仮想通貨がビットコインが結構、下がりましたね。マイナス 4.4% となっています。そして、指数はほとんど動きのない1日となってしまいました。はい。FOMC 前の様子見でしょうか。ダウがマイナスの 0.14%、ナスダック100がマイナスの 0.11%、ラッセル2000はもうほぼプラマイゼロ、SP500 ももうプラマイゼロですね。はい。というような状況です。あとですね、今日の1日の指数の動き、まあ言ってこいでほぼ動きなしと、あと恐怖と欲の指数は61で、まあ先週からちょっとは上がってるという状況ですけど、まあ今グリードの下の方という感じですね。はい、セルイン目になってこの針がどこに触れていくのか今後注目です。はい、じゃっかじゃん。じゃあですね、スプレッドシートで、今までの決算を振り返っていきますね。はい、この、新しいメモ機能も使いながらいきたいと思います。まずはですね、Amazon なんですけども、クラウドサービス AWS の需要に不安があることが指摘されたということで、株価はですね、決算後 4% 下落しました。ちなみに今、Amazon、Microsoft、Google ともに同じようにクラウドの成長率が、落ちていってるんですね。Amazon は、総収益の 17% をクラウド AWS が占めて214億ドルを売り上げています。16% 成長。 CFO は厳しい経済状況でクラウド支出を最適化でもね、これ Q2 もねこの状況が続くということで、4月の収益率は Q1 よりも500ベーシスポイント低くなるとね見ています。そしてマイクロソフトなんだけども、今 AI がね盛り上がってて最強ですね。はい。そしてAzure はですね、27% 成長ということに、なりました。はい。かなりですね、伸びてますよね。そして、AWS よりはね、伸びてて、インテリジェントクラウド部門の売り上げは221億ドルもね、あるんですよね。結構売り上げ大きいんですね。そして、Google なんですけども、Google クラウドは、74.5億ドルの、売り上げと、なりました。これが 28% 成長ということで、成長率はね、結構ね、クラウドの中では高いんですけど、まだ額がちっちゃいですね。初の黒字化で、検索が403億ドルもね、まだ Google あるというすごいことになってます。そして YouTube はマイナス 3% 成長の67億ドルの、広告となりました。はい。次に、テスラなんですけども、一応ですね、テスラは、車両売上がですね、今200億ドルぐらいということですから、アマゾンとかマイクロソフトのクラウドよりもね、実は売上額としては、負けてるんで、こう考えるとクラウドすごいですね。ちなみに、ガイダンス的なところではですね、2023年の設備投資の、ガイダンスをですね、引き上げました。はい。10億ドル引き上げて、これは AI とかバッテリーセルなどに、与えるということですね。70から90億ドルに、設備投資、今年は引き上げました。そして、メタなんですけども、メタですね、これで、ね、週間で 14.3% も上がって、決算後、最も上がりました。その次がね、マイクロソフトで今 8.4%、上昇のガファム T となっています。はい。メタバースのね、リアリティラボ部門は、もう散々で
ね、51% も売り上げが減っちゃったんですよね。不況だとね、まず削除されるのが広告となるんですけども、広告はですね、一応 28.1 ビリオンということで 4% 増ですけど、インプレッション 26% 増えてるんですが、気になるのが広告の平均単価がね、17% もね、下がってるんで、これはね、ちょっと気になりますよね。そしてザッカーバーグさんは、インスタグラムでは、ユーザーが見ているコンテンツのですね、約 40% が、これは AI のおすすめということで、 AI が収益化を改善しているアピールがありました。 AI もね、メタバースね、頑張るってね、言ってます。 AI もメタバースも頑張るということですね。そして Q2 のガイダンスがね、やっぱり売上が大きく予想、超えていきましたね。まあ、9% 一応ビートということで、まあ、これはガイダンスですね。ガイダンスは 29.53 に対して 30.75 ビリオンとね、超えていきました。ただね、この勢いに乗ってね、今日はメタプラットフォーム、5本立てで記載ということで85億ドル。昨年は100億ドルを調達しました。米国債をね、今回は192ベーシスポイント上回るということでね、ちょっとね、心配な気もしますけどね。調達資金は自社株買いや、設備投資、買収などに使用する計画です。はい。そしてね、これ、ガファムで見るとね、ほとんどね、ガイダンスみんなクリアしてきてるんですよね。ちょっとマイクロソフトのこのインテリジェントクラウドだけがバスでしたけどね、なかなかいいガイダンスになってきてるんですよね。これは最悪期を脱したのかもしれません。そして利益率を見るとね、これマイクロソフトがね、やっぱりね、一番強いんですよね。純利益とかね、営業利益とか、かなりね、濃い緑 40% ぐらいに、なってますという状況です。そしてね、粗利がね、最もね、高い、メタはね、粗利が最も高いんですけど、78% もあるんですけどね、利益率はね、こういうふうにちょっとね、低下してきているというところですね。そして、フリーキャッシュフローマージンは、アマゾンがね、やたらと、下がってるという、状況になってて、マイナス 7% となっていますけどね、PER がね、なんとね、これ247倍もね、あるというぶっちぎりの、割高さになってるんで、ちょっとね、心配なところではあるんですけども、はい、そこでね、ちょっとね、こういうのを見てみたいなと思うんですけれども、まあ、投資の森さんのですね、おしめツールですね、このレポートは投資の森さんの専門家が長年にわたって蓄積してきた知識と経験をもとに作成されたものです。市場の押し目を見極め、効果的な売買タイミングを教えてくれます。また初心者でも理解しやすいように、分かりやすいグラフやチャートも豊富に用意されています。そしてこの今アマゾンね、すごい割高感があるんですけど、どうかというと今押し目から 6.83 ドル上ということで、もうすぐね押し目近づいてきている状況。この赤丸を見るとなかなかいいところで拾えていますね。押し目はだいたい2ヶ月に1回発生。過去の押し目の解消勝率はですね、80.65% となかなか高くなってるんで、まあ、こっからね、起点として使うにはですね、この押し目レポート、なかなかおすすめじゃないかなと思ってます。はい、今実験中です。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次は情報技術セクターに行きますね。先ほどズームインフォの決算があって、EPS と売上は、クリアとなりました。アフターはね、さっき 4% ぐらい上がってたんですけど、今 1.38% となっていますね。売上成長は 24% でした。ガイダンスは来期の EPS と売上ともにミスってしまいました。そして売上成長率は16% から 17% ぐらいを見ているということなんで、来期はちょっと売上さらに落ちてしまいます。そして通年の EPS は、ガイダンスクリアですが、通年の売上はミスってしまいました。はい、そして10万ドル以上の顧客数が前年比からマイナスということで、なかなかね、まだ大型株ボトム化があるかもしれませんが、小型株はちょっと苦しい状況かもし、れないですね。はい、あとね、今週は、ショッピファイの、決算が、ありますね。ショッピファイが、5月4日、データドックが5月4日、同じですね。あと、コインベースも5月4日に、決算があるというような、状況となっています。まあ、情報技術セクターは、これからといったような、感じですね。はい。じゃあですね、次に行くんですけども、次はですね、サイバーセキュリティ。はい。こちらですけども、今ね、PBR、こちらね、基準としているのが純資産に対して、PER は純利益
に対して、立てられますけども、PBR がね、めちゃめちゃ高いのがサイバーセキュリティですね。もちろん PSR とかも、非常に高くなっています。はい。そしてですね、これ、割高感あるんですけど、中国とかね、ロシアの動きもあるし、セキュリティのですね、やっぱり需要は今ね、高まってきているところですね。売上成長率もね、他のセクターよりも段違いにね、高いんですよね。センチネルワン 92%、今期どんぐらい落ちるのかっていうところですけどね。はい。そしてですね、ちなみにですね、このクレディスイス、今銀行でピンチなんですけど、PBR はね、たったのね、0.1 倍ぐらいです。PBR が1倍なら、企業が解散した時のね、価値が、株価と同じということなんで、クレディスイス今割安と言えるのかというところですね。ちなみに、フォーティネットが、ですね、決算がありますね。こちらは5月4日となっています。1年間でね、今見ると唯一ね、プラスの、フォーティネットと、なっている状況ですね。はい。1年でプラスの 8%。あとはね、みんな下がっちゃってます。そして、クラウドフレアのね、ガイダンスはね、ミスということで、ちょっとダメだったんですけどね。この流れをフォーティネット止められるか、今週はね、クラウドフレア 28% も、下がっちゃったということなんでね、このクラウド、関係、セキュリティ関係はね、ちょっと割高なんで、決算失敗には要注意となります。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次は気になっている方も多いんじゃないでしょうか。半導体ですね。半導体は売上成長率で見るとね、ASML が今ぶっちぎりの状況でね、93%。あとは見てください。結構ね、マイナスなんですよね。最先端の製造装置は ASML。今シェアがほぼ 100% ですね。製造装置が、いいとですね、なかなか先行き明るい状況です。ガイダンスもね、Q2 とね、あと通年を、クリアした、ASML ですね。いいですね。はい。そして PER なんですけど、なんとね、これ33倍とね、めちゃめちゃ、高い状況なんですよね。ただ AMD はね、もっと高い。106倍です。NVIDIA はね、165倍ということになってますけども、まあ、ここからすると、まあ、33倍まだいいのかなという気もしますけどね。ちょっと割高がすごいです。AMD の売上成長率はたったのね 16%、 NVIDIA に至ってはですね、マイナスの 21% 成長ということで、ちょっとねひどいんですけど、今期はまだ V 字回復とはいかないかもしれませんね。半導体の人気銘柄は調子悪くても大混雑です。投資家は未来にベットしていますね。そして TSMC なんですけども、半導体をね、作るにはこの最先端も TSMC なしだとね、ちょっとね無理な、状況と、なっていますね。はい。Q4 では TSMC は世界の半導体ファウンドリーの市場で 58.5% もシェアを持ってて、サムスンは 15.8% でした。差は開く一方なのにですね、弱い経済でも、TSMC は設備投資計画、320から360億ドルの間に維持しています。4.6 兆円もね、投資したらもう誰も追いつけないんじゃないかと思います。PER はね、たったのね、13.2 倍なんですよね。半導体ではまあ普通ぐらいかなというところです。割安かと思いきやね、売上成長率マイナスね 2% なんですよね。はい。Q2 は、ガイダンス、ミスでした。売上がね、ダメでした。これね、売上 15.6 ビリオンとかね、今期16ビリオンの売上なんで、まあこれね、ガファムとかのね、クラウドに比べたらね、額少ないんですよね。あらりは、52から、54% ということで、なかなかね、高いガイダンスを出しています。今期は 56% でした。営業利益率は、今 46% とね、すごい高いんですが、Q2 はね、39.5 から41.5 と、下がっていくんですね。ただ、殿様商売でアップルに値切られてもね、拒否できるような、強さを持っている TSMC です。そして、あとですね、コメントなんですけども、決算の時に、コメントがですね、出ていまして、こちらはですね、Q1 は経済悪化と市場の需要軟化で需要減だったんですが、Q2 は顧客のさらなる在庫調整影響を、受け続ける予想ということで暗いんですが、Q3 は在庫がですね、より健全なレベルに戻る可能性ということで、やっぱり半導
導体は言われているようにね、下期から上がるんじゃないでしょうかね。半導体 Q3 がそこかという状況です。そして、次に行きますね。次はインテルなんですけど、半導体業界一の問題児かもしれません。この前までね、売上額は TSMC よりもね、全然上だったんですけど、もう今はね、インテルね、売上がね、TSMC にだいぶね、差をつけられて、しまったんですよね。はい、そしてもうクアルコムもね迫ってます。まだあの NVIDIA の2倍は売り上げがあるんですね。配当はですね高いんですよね。 4.47% と高いです。はい、そして、壊滅的なね利益率なんですよね。ちょっとこの営業利益とか見ると赤がね非常に、目立っている状況ですね。はい、そして、フリーキャッシュフローマージンなんかマイナス 79% となっています。売上成長率もマイナス 36% ということで、まあ時価総額はね TSMMC の 3.5 分の1くらいでどんだけ人気ないんだインテルっていう状況です。ファウンドリーにですね、決算では、力をね入れるというような、発言がねありましたけども、売上はたったの 1.2 億ドルでマイナス 24% 成長とねいうことでダメダメです。アメリカの半導体法は、補助金をですねインテルの救済のためともね言われていますけども、 PER はね TSM よりも高い16倍ということで、なんかねどうなってるんだっていう状況です。次のね四半期のガイダンスでは、PC 市場とサーバー市場の両方で在庫調整、継続見込みということで、データセンターはさらなる損失で最悪のシナリオを反映しているため、これ以下に株価ない、なることないだろうとね、市場は判断して、決算後は、株価、上昇していきました。はい、で今週はどれぐらい動いたかというとね、プラスの 2.2% で、一応ね上昇だったとねいう状況です。はい、次はですね AMD なんですけど、はい、AMD 人気高いですよね。今週は5月の2日の引け後に、決算が、あります。インテルの、ね、CPU のシェアが確か 84% ぐらいなんでね、まだまだ、その辺を食っていけるのかなというところです。四半期のですね、PSR なんですけども、今のところですね 6.4 倍という状況ですね。これね、この中ではなかなかね、高い部類に、入ってる感じですね。はい。そして、クアルコムなんですけど、スマホや、これからのスマートグラスなどのね、小型のチップの設計はね、クアルコムが強いです。ということで、今度ね、5月3日に、決算が、あるのでね、ここも、要注意となってきます。はい。ついでに AI も言っときますけども、AI はね、NVIDIA が何と言っても引っ張るんでしょうけども、数十万人と同時にチャットするなら、まあ、GPU が必要ということです。ただ GPU ね、在庫調整中で今5月の24日に、決算予定となっていると思います。はい。そしてですね、ですね、あとね、モービルアイ自動運転なんですけど、売上はね、クリアできなかったんですね。はい。こちらですね。はい。売上は×でした。はい。そして、ですね、中国でのこれ電気自動車値下げ競争激化のためにちょっとダメだったと。Q1 の、営業、活動による純キャッシュは1億7100万ドルあって、バランスシートは12億ドルの現金及び現金同等物で負債がゼロとね、一応健全では、あります。そしてスーパービジョンですけども、販売量がね、2倍に、なったということです。2024年 Q4 に予定されているところでもね、いろんなやつをね、ヨーロッパに拡大するということです。ただ、競合はテスラに、なってくるんで、手強いですね。ただ、自動運転市場自体が成長すればね、まあ、どっちにもいいのかなというところです。そしてね、AI、何を買っても上がるブームがね、ちょっと終焉。C3AI がね、この1ヶ月でね、45% 下げてるので、ちょっとね、注意ですね。はい、今週はですね、クルーズ、ホテル、レストラン、旅行関係の決算が、目白押しとなっています。先ほどね、今日は、ノーウェジャンクルーズの決算があって、今日は 9% もね上昇しました。これは EPS 売上がクリアで、売上高成長率は 249% 成長とね、なりました。はい、ね、249、今前がね212だから一応ね伸びてるんですね。もうすごいな、こっから伸びるかという状況です。稼働率は 101.5%、 ガイダンスの 100% 上回りました。そしてクルーズ日数あたりの売上高も2019年と
と、ね、比較して 17.5% 超えてて、前売り券販売残高は過去最高の34億ドルで、前四半期から 26% 増ということで、強い強いクルーズ、ノルウェージャンクルーズとなりました。ただガイダンスは Q2 はミスってしまいましたね。はい、ということでクルーズ、ね、なかなか、ね、予約が大事ということですけど、好調な、クルーズとなっています。そして、このままね、行きますとね、レストランとかね、マクドナルドがね、既存店売上高が予想をね、8.2% を 12.6% という結果で、グローバルものすごく強かった。アメリカもね、同じぐらいビートしててね、マクドナルド強いんですね。そしてこのホテル、レストランセクターね、過去のね、株価から見るとね、今52週高値、まあ、過去最高高値ぐらいにね、来てる企業が多くて、マクドナルド、スターバックス、あとチポトレ、あと MGM などはね、最高付近ということで、ここはね、非常に強いんですよね。絶好調です。失業率が低下せずにこのままいけるのかというところですね。次はね、電気自動車なんですけども、まあ、ここは競争激化のセクターですよね。リビアンなんですけども、今のところですね、これ2025年以降の成長を支えるには、40億ドル以上の資金が必要という試算もあって、資金調達問題が解決されるまでは株価も低迷するだろうと言われている、リビアンとなっています。そしてね、それよりもひどいのがローズタウンモータース。今日も 23% 下がってしまいましたね。はい、今株価いくらだよ、これ 0.4 ドルとなってますけども、今フォックスコンがね、投資をね、引き下げると、やめますとね、いうことを言っててね、これがうまくいかなかったら破産を選ぶ可能性とね、なってます。まあ仕方ないですかね、やっぱ詐欺みたいなことやっちゃいましたから。はい、これでね、1ドル下回ってもう上場規則にもね、もう乗っ取っていませんとナスダックからもね、言われているということで、フォックスコンは1億7000万ドルを投資計画を撤回ということです。これね、ただロードタウンモータースはね、5月8日までに4700万ドル投資するような取引条件となってますとね、今揉めている状況ですね。はい、そして、あとね、中国のニオとかね、シャオペン、この4月の台数発表されて、ニオは、ですね、31% 増だったんですけど、シャオペンは逆に 21% 減となりました。株価はその逆の動きをね、してますけどね。はい。そしてね、その他のね、リオートってね、ありますけど、ここが 516% もね、成長異常になんか伸びたんですね。これは、ちょっとどういうことでしょうかね。株価の方は、今日は、プラスの 0.51% ということです。はい。中国かなりね、電気自動車伸びてきてます。ちなみにテスラなんですけど、フランスで4月に登録されたテスラ社は、前年同期で 1780% 増ということです。まだ1800台ぐらいですからね。まあ、台数としてはビビたるものですけどね。はい。そしてついでに、自動車もね、行きますけど、自動車ですね、製造業の経済指標はね、悪いとは言えると思うんですが、GM の決算、はい、ここはですね、かなり情報修正が多かったですね。アメリカの EV の減税とかもね、入ってますしね。2025年までの売上は毎年 12% 成長。電気自動車の生産は2022年の約40万台を25年までには100万台にする計画ということなんですけど、まあその頃にはテスラ300万台超えてるんじゃないかなっていう状況ですね。はい、GM は決算ね、クリアしてきて、好調でしたね。そして、1週間ではでもまあ下落してるんですね。トヨタだけが自動車ではこの1週間はプラスとなっています。はい、じゃっかじゃん。じゃあ次は銀行に行きますね。まずはクレディスイスですけれども、23年第一四半期末の時点で5025億スイスフランの運用資産は旧方から380億、減ったということですね。はい。そして、CEO は、Q1 に686億ドル、9.2 兆円ぐらい資産流出に見舞われ、その後流出は減り安定しましたが、まだ終わっていませんと言って、5% ぐらいね、株価、決算で下がったんですけど、まあ、1年でね、これ今 87% もね、下がってるので、まあ、すでに下げ止まりかもしれませんね。今の PBR とかをね、こう見てみると、
まあ、さっき言ったみたいに 0.1 倍ということです。そして、PER もね、1.3 倍と、なっています。緊急支援で AT1 債券が、2兆円ぐらいね、無価値になったということで、これでね、すごい今回の決算ではね、利益出てて、営業利益率とか純利益率が 500% とか 400% とか、なんかね、なってるという状況ですけどね、これは投資家にはありえないぐらいひどい仕打ちでした。そして、UBS による32.5億ドルでの、このクレディ・スイスの買収なんですけど、時価総額の半分以下でしたね。スイス政府は UBS が損したら、さらに 1.2 兆円ぐらいね、保証してくれるということで、これは検討する時間がなかったため、どんぶり勘定でね、行ったということで、まあ、UBS で得しましたね。さらに JP モルガンもっとすごい感じですけど、FRB はアメリカの子会社買収ね、もうこれも承認したということです。そしてこのクレディ・スイスね、買ったらどうなるのかめちゃくちゃ、気になるんですけど、今クレディ・スイスの、押し目分析を見ると、ですね、今、押し目からプラスの 0.09 ドルで、ほぼ押し目に、来ています。ただ、この勝率がね、すごく低いんですよね。他のやつはね、だいたい 70% とかね、100% とかその間ぐらいですけど、クレディ・スイスはなかなかうまく機能してはいないみたいですけどね。はい。ただ、ちょっとね、気になりますね。かなりの割安感は、あるんじゃないかと思います。はい。そしてね、あとはですね、次は素材に、行きましょうかね。はい。素材なんですけども、はい。素材の決算は、ですね、まずバーレ、世界最大の鉄鉱石、ブラジル企業ですけど、なんとですね、純利益が前年同期から 59% も減りました。鉄鉱石のペレット価格は194ドルから162ドルに下落。そして、銅ですけどね、電気自動車が増えてくるとね、銅も活況になりそうですけど、Q1 の純利益は前年同期の 15.5 億ドルから 6.63 億ドルにめちゃめちゃ、落ち込んでしまったという、状況ですね。はい。そして売上高 18% 減少ということで、生産もね、ちょっとね、設備投資とかも下がるんじゃないかなということで、なんか、やっぱり中国の影響の方が大きいんですね。はい。次は鉄でベストの会社、ニューコアなんですけど、非住宅建設からの需要はインフラ及び、製造業への投資の強さに牽引され、引き続き堅調ということです。はい、そして、スチールダイナミック社は鉄鋼価格が上昇して、鉄鋼生産者のリードタイムが伸びるため、北米の鉄鋼消費は2023年に増加するとね、考えているということで、鉄の方がまだ銅よりかはね、マシかなということです。あと、SQM ね、国有化の話もありましたけど、今、ちょっとね、値段下がってるんで、なかなかそんなこともないだろうということで、リチウムですね。はい、こちらもね、今後の動き、今、シェア1位の SQM ですけどね、楽しみですね。ここはね、リチウムはね、売上の伸びとかはね、すごいんですよね。189%。素材が軒並み景気悪い中、やっぱりね、これ電気自動車関連でしょうかね、すごい伸びを、一社だけね、見せていますね。はい。そして、じゃっかじゃん。じゃあ次、エネルギーに、行きますね。エネルギーはエクソンモービルとシェブロンが、先週決算があって、あと、パイオニアナチュラルリソーシスとヘスも、ありましたね。はい。ですね。まず、エクソンモービルなんですけども、純利益は前年同期の 54.8 億ドルから 114.3 億ドルに倍増。これはいいんですけど、Q4 の 127.5 億ドルから 10% はね、減ってますということなんですね。はい。そして、流動性と天然ガス低下、あとデリバティブの時価総額とかいうことで、まあ、ちょっとね、純利益前の期よりかは減ったと。で、Q1 に、327億ドルの現金を手に入れましたけど、合併や買収に使用することはないということです。また、長期的に株主に現金還元しますよということです。あとはね、シェブロン、こちらもでっかい企業ですけども、Q1 の純利益は 62.6 億ドルから 65.7 億ドルに、増えました。22年 Q4 の 63.5 億ドルからも増加ということで、ここはエクソンモービルよりもちょっとね、良かったんですね。ただ、総収益は、前年比 6.6% 減少ということです。はい。そして、プロジェクトへの投資増で、設備投資が前年比 55% 増えて30億ドルだったということです。次は、パイオニアナチュラルリソーシズですけども、この辺ね、エネルギー企業、エクソンとシェブロンは決算クリアしてきました。はい。パイオニアナチュラルリソーシズは Q1 の利益は
12億ドルで前年同期の20億ドルからだいぶ減りました。収益もね、45億ドルで62億ドルから減少ということで、うん、ちょっと元気がないんですね。はい。営業キャッシュフローも、これ 10% 減少ということで、四半期のフリーキャッシュフローの少なくとも 75% は還元するということを言ってます。あとはね、すごくいいアセット、海洋油田持ってる、ヘスなんですけども、Q1 の純利益は前年同期の 4億ドルからね、3.4 億ドルに減少という、収益は 3.5% 増加ですね。そして、Q1 の EBITDA 調整済みが 2.39 億ドルと、そして分配可能なキャッシュフローが2億ドルぐらいね、あるということでした。で、エネルギーね、今まで無敵だったんですけどね、ちょっとね、ピーク過ぎてきた感がね、あります。今週は APA の、決算ですね。これはね、ガイアナ沖、ヘスとね、同じようなところでオフショア油田を発見してて、スリナムもね、これから、3年遅れぐらいでね、ガイアナを追っかけるんじゃないかなというような、企業ですからね、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ今日はかなり動画長くなってしまいましたけど、ありがとうございました。スプレッドシート、気になる方、使ってみたいという方は、概要欄からお求めできますんで、ぜひともね、よろしくお願いします。最適な投資機会を提供しますよ。それと内容が良かったと思ったら、いいね、チャンネル登録、スーパーサンクスなどもよろしくお願いします。はい、それじゃあ皆さん、いってらっしゃい。行ってきます。というか今日休みの人が多いかもしれませんね。ありがとうございました。